暇人とのショーだ。たかしだよ。れっちゃんだ。とめです。秘密を放つペロリン長ドラマテロ男爵です。てくれ天下統一大阪夏の陣。出てくれ的イントロ曲紹介。ということで、はい、何ここ、ほんまにここって話ですよ。確かにね、ここ実は MBS ラジオの近い階のスタジオから撮らせてもらってるんですけど、はい、こんなとこでやってんのって話なんですけど、うん、師匠言ってもらって、わし、うん、わしでええん。お前や。オッケー、わかりました。なんでこんなとこでやってるかと言いますとですね、頑張ってるからです。はしょりすぎやから。俺というよりかてっちゃんでしょ。あ、そっか。うん、そりゃそうでしょ。うん。だからもう簡単に言うと、うん、俺ら5人が結成から頑張ってきたから。はしょりすぎやで。わからん。結成からはしょりすぎや。あの、あれですよ、僕がね、ラジオやってるんですよ。MBS また別の、あ、ミュージックチャンネルの方で、そう、ミュージックチャンネルやらせてもらってて、はい、この今やってる特番のラジオと、うん、あ、ミュージックチャンスのプロデューサーが一緒で、うん、なんか5人で一緒にラジオとかやりたいっすねみたいな話をちょこちょこしてて、はいはい、じゃあね、なんかノリで決まっちゃったっていうか、ラジオの特番が決まったんですよね。いや、素晴らしい。特番ってすごいよね、ほんと2時間らしいっすよ。うわ、すげえ。じゃあちょっとラジオっぽく言っていいですか。あ、いいよいいよ。特番の名前はレイクレ天下統一大阪夏の陣。放送日は6月13日月曜日夜7時から夜8時55分の予定です。ラジオや、ラジオや。ということでみんなね、聞いてということで、実際ですね、まあ、このラジオの時間を使って、うん、いつもやってる金曜日に出してる酒と女のタバコだけのトーク企画を実際ここでやってみようじゃないかと。いいじゃんいいじゃん。わけなんですけど、今回のテーマ、はい、レイクレ神休みありましたよね。やったな、神休みあった。4年目でようやく。そうなんですよ。まあ言うて4日間なんですけど、はい、そこの内容をちょっと教えてもらおうかなーって。珍しい休みですよ、まず。じゃあ、うん、そうなんよ。まずこの休みができた経緯を話したいね。もう今年入ってから、うん、頑張りまくったから。もうええって。ちょちょちょ、だからもう話さんでええから。じゃあなんかこの休み作るってあって、うん、休みなしで働きまくったんよ。そう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 。で、4日やってんな。うんうん。そんなやと日曜休ませてやって思いますか。まあそれはあるよ、確かに。ほんまそれ、うん、それをでも動画で言ってももうなんもない。視聴者ははぁって感じ。思いますよね。あと全部俺らで決めてるから。ちょっとね、スケジュールだけ4日しか無理だったみたいな。はい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 。なんかしましたか、ドバシを。僕はね、久しぶりに弟に会ったんですよ。おー、弟はね、結構 YouTube を見てくれてて、うん、ほうほうほう。まあ、エスポファンなんですけどね。なんで。まあ、一発どついて、そっからあ、レイクラを見てくれてるということなんですけど、結構弟頭良くて、そう、まあ、どことは言えないですけど、いい大学にも行ってて、学歴中やから、あと大学も教えて。学歴中やな。学歴中やからね。なんやろな、うわ、ドバ師匠やって言ってきて、一日だけドバ師匠と入れ替わりたいなみたいな。言ってくれるような感じで、まあレイクレの愛強いんやなと思って、うん、産んだら急にちょっと怒り出してというか、うん、てか俺あれめちゃくちゃ腹立つね。よくゲームでドバッシュを負けるやんか、企画でね、企画で負けるやんか。俺あれほんま腹立つね。見てられへんねん、悔しいねん。いや笑って。うん、弟が一番そこ笑ってほしいんだよね。血繋がってへんのに、うん、弟結構優しいんやな。一本通りで繋がってるわ。
とか、あとはまあおばあちゃんおじいちゃんに会って、言うたら会ったの最後に会ったのが黒髪の時なんですよ。おじいちゃんおばあちゃんにもう会って、もう言うたら80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんなんで、 YouTube も全く知らへんと。で会って、で2、3時間ぐらい話してね、でもやっぱこの時期やから距離も空けて話して、で帰り際に俺京平って言って、え京平そのカツラはいつ取るんやっていうような休みで、あとはゆっくり嫁と過ごしたかな。あいいやね、ゆっくり過ごしました。はい、ペロイ男爵なんで、やりましょうか。俺やろ、俺やりましょうか。え、なんなんお前、腕でも回したからね。話しましょうかよ。じゃあ話しますわ。4日中、3日飲んでたわ。そうや、ね、俺さ、ペロイ男爵と一緒に住んでるんやけど、ほとんど家帰ってきてないね。帰ってきて、帰ってきても、だから昼に帰ってきたら、だから夜に飲んで昼に帰ってきたら、そうそうそう、帰ってくるっていうやつ。ビックスとも飲んだしね、あの元メンバー。あーで、まあ、バー行って、で、まあ、女の子を探そうっていう、そのあれやったから、目的が、はい、まあ行ったけど、まあ別にそんなかけられず、結局オレンジでビックス2人で寝るっていう。え、ちょっと待って、起承転結やろうな。やろうなの話ですよ。あいつほんま、容姿と口調が全然ちゃうもんな。そうやね、あいつとナンバー歩いてたら生きるもんな。うん、確かに。ペロも生きてる。めっちゃ生きてる。だって、あいつが敬語で喋りかけてくるから。みんな見えてるスタンドと一緒やから。銭湯行ってみ、ビックスと。銭湯でムキムキで話しかけてくるから、敬語で。俺がヤバいやつみたいな。リチビとムキムキでかい黒人はね、確かにやらせがもうアニメでしか見たことないから。なんかてっちゃんとかは休みの日、まあ寝てた。こいつこんな寝るよ。3文字ね。うん、寝てた。まあ淡路島行きましたよ。あ、そうだ。淡路島行って、なるほど。淡路島でうまい、なんかしらす丼が有名で。あー、有名。しらす丼、しらす丼食って、玉ねぎも有名やな。なんかめっちゃいい風呂があるよ、銭湯。うん、700円ぐらいで入れるんだけど。ほう、淡路島の結構上の方、はい、山みたいなとこ登っていって、そこの露天がね、めっちゃ確か今日はしかパーって、絶景パノラマみたいな感じで見えて、そこ入って、で気持ちよく帰ったっていう。あ、だからその間はずっと、もうもちろん座ったら即帰宅でやってる。チャリじゃないから。え、それでおしまい。あ、おしまいおしまい。落ちないんかい。じゃあ最後、トモヤ思いっきりおもろい感じで。神しく。まあ友達と結構遠出でサウナ行ったりとか、はい、あの一番やっぱ家族とご飯行ったんですよね。あー、なかなかね、ここでね、好感度上げる。集めないんですよ。ここで好感度上げちゃう、そのようにね。だからね、おかんとおとんに飯おごったりね。あ、いや、でもちょっといいやん。確かに。いや、ちっちゃい時からバスケしてたから、はいはい、なんかこう家族での時間ってなかなかなかったんですよ。昔から部活優先とかだったりね。やめろよ。ラジオパーソナリティゼロ点か。まあ久々にこの家族でっていうご飯行ったんですけど、その僕の世間的イメージの親って、やっぱもう息子が頑張ってないとそれだけでいいよ。健康でいてくれたらそれでいいみたいなね。健康でやってたらそれだけでいいよ。たかしのお母さんとかもそうじゃないですか。そうですね。そう、だからそういうお母さんとかお父さんのイメージが強いですから、どんな話するんだろうと思ったら、開口一番、お母さん、トモキ、欲しいルイヴィトンのカバンがあんねんけど。やだ、お母さん。40万のカバンですよ。ブランドして。まあ面白いお母さんですよ。で、お父さん、お父さん結構温厚な、お母さんとは本当正反対のお父さんなんですけど、で、お父さんはまあなんか本当昔からトモキが頑張ってくれてそれでええんやっていうタイプのお父さんなんですけど、僕にね、こう携帯の画面パッて見せてきて、最近自転車欲しいなって言われて、人変わってもうてるやんか。息子の成長で人変わってもうてる。僕今自転車乗ってるやつあるから、それあげようかって言ったら、本物の自転車はもっと高いわって言われて、そこに怒る。ジャンル分からん。ツッコミきたな。そのご飯で計70万せびられたって話です。合計70万せびられた。おい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 。まあでもね、こんな話できるのも俺たちがめっちゃ頑張ったからやな。
ジバラ。ああ、でしゃばるね。しゃばるね今日は。なになに、今日はでしゃばらしてもらいます。出たがりやね。え、自分が主人公とでも思った。ということで、レイクレでピッチだピッチだ。さあどうだ。出て